今ええ感じやよ。なるなる。いや当ててないっすよ僕たち。なんでお前らみたいなや。最低な奴らがおる。なるなる。萌え、出ろ。監督、専門医の方に来ていただきました。あ、先生、お願いします。すいません、もう痛くて。ああ、ちょっとこれ巻きすぎですね。バカじゃん。傷に対して適切な治療に変更しましょう。あ、終わり？これだけ？はい、大丈夫です。え？あれでした？ボールかすっただけでしたか？いやー、これ乾燥の肌割れしてただけですね。ほんまに医者？専門医です。専門医ってね、何の専門医？ありがとうございました。あ、いえいえ、専門医なの。何のやろ、お前。何の専門医？お探しました。うまっすよ。ややこしい。めっしょ。てか、貼った毛がどうなん？あ、まあ、大丈夫そうっす。何やったの？あ、もう肌割れちゃう。いじっとるやんけ、おい。何いじっとんねん。あ、すいません。あ、いった。大丈夫？肌割れなってない？いじっとるやん。いじんな言うとんねん。なめんなよ、おい。大丈夫。もし肌割れなったら包帯グーグマカーだ。おい！お前カミカミでいじりやがって。なめんなよ、こら。やせや。そうなったら俺がすぐ包帯取るからな。お前いつまでおんねん、おい。あ、これお前ら。はい。おはようございます。ね、昨日遠征から無事に帰ってきました。はい。で、ちょっと申し訳ない。お土産をな、ちょっと数量間違えて、ちょっと配ってしまうて。で、お前らちょっと申し訳ないけど、普通のお菓子やけども、まあ、せっかくやから、食べなさい。時間をよろしく。もう今日ね、休憩した。いいかもしれないです。はい。まだ休憩してない。はい。まだちょっとチョコレートとかもあるから。はい。もう今食べなさい。ありがとうございます。先輩、監督からジュース送ってもらいました。ご機嫌が良い。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。先輩、どれにしますか？あ、俺ファンダで。あ、ファンダで。今日の間です。めちゃめちゃ喜んで買ってました。お前ら、やば、やば、はい。これチョコレートまだ残ってるから食べ食べ。くがんごよよよ。ありがとうございます。好きやろお前ら。きっちょそっと。バカじゃん。きっちょそっと好きか。あ、おいしいな。はい、食ったらも練習な。はい、はい、はい、すいません、ありがとうございます。何でもありちゃいます。マジ最高すぎ。やばいです。毎日あれやって最高やな。え、あほやね。いや、ただのバカです。どうやお兄ちん。はい。え、2日前寝坊したらしいやんけ。はい、取り返せよ。くがんごよよよよよよよ。元気よく取り返しなさい。はい、あ、オッケー。はい、はい。でのと、まあ言ってた来週のオフやけども、まあ通常通り、この流れやと、まあオフを取って、休養をしっかりな、休養する期間を、時間を与えるから、それまではしっかりとやっていくっていう感じでやっていきましょう。おい、なんやお前。そうそうそう。お前ね。まあね、オフの話してうるせえよ。え、まあまあまあ、英語だけどな、別に好きやったらええよ、お前らも子供やからな、学生やから。でも練習もそれぐらいお前うれしいんやらんけ。はい、ある。ある、うん。そこだけやっていきましょう。お前らしっかりと昼食食べてきた。はい。はい。じゃあ、ここからも切り替えて、やっていきましょう。オッケー。はい、じゃあ、これの外ランから。はい、行っといて。なるなる。しや。何や、お前ら。カナさん、
え、外乱っすか。外乱最近やっとるやろお前、習慣にしないと。いやちょっと雨が。雨言うてもないや、この程度の雨でお前乱でけ。いやお前そんな出すことある。うち、いやいや、まあ、気持ちはわからんでもないけどな、お前切り替えってのは大事。なんやまあな、切り替えも大事やけどもまあ同じように楽しい練習も大事。はい、ほな今日だけ本数お前らで決めろ。あ、え、マジですか。あ、今日だけやぞ。あ、あの、その代わり、その代わり、はい、決めた本数はしっかりやるよ。はい、はい、なんだっけ、なんぼする。俺5本。いや、それはやばい。5本いけよ。5本でいいやろ。5本で、せめて、20。アホか、ゲロレってアホか。でもそんな5本でいいって。いや、もう何やったらお前3本でいいっちゃう。みんな、いけるやん。それは、それは3本やけど。ゼロはやばいっちゃう。ぶち切れる、ぶち切れる。いや、でも5本に、5本しよう。5本。あれ、いや、10分。いや、20分。あのね、楽しい雰囲気と怠けと生意気選手よ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。寝癖がお前ごめんね。ちょっと無理してるね。確かに。いやいやいや、監督さんも言ってます。じゃあ行きましょうか。はい、手を合わせてください。おいよ、しょ、いただきます。いただきます。いきます。よっしゃ、えい、しか食べろよ。はい、あのバーベキュー昼間あるからって、お前これちょっと残しとこうとかされちゃうぞ。なしょ。いやいや、絶対しないで。これは楽に。いや、言ってるじゃないですか。お前、ありえません。ノック上手やって。いやいや、あれは監督さんのノックが下手くそやった。まあ、確かにちょっとセカンドのつもりがレフトに行ってんだけど。お前、あれやで、ね。スタメンってことは先制告されてるんで、分かってるな。どういうでしょ。負けろ、負けろ。まあ、でも雪村は先生のノックをバカにしとるから保険つった。なんでなんでこれ風でもぶちってました。あー、これ負けんでしょ。負けんでしょ。お前、食べ物じゃねえか。すいません、もちろん、もちろん。はい、食べれ。はい、はい、しっかり食べて練習頑張ろう、午前中。はい、はい、うん、うん、チョキチョキ。さあ、そこでもっとピーッと行くぞ。はい、よっしゃ、1秒半、セカンド。はい、ごめん。おい、ノッカー、どこおっとんねー。しっかりやろうぜー。しっかりおしょい、来い。おい、来い、オッケー。すごいね。しっかりと意識しながらやっていきましょう。はい、午前練習、うん、いい雰囲気で終えました。うん、うん、うん、まさに今チームええ感じ。うん、これでリフレッシュしてな、ここから。まあ、いよいよバーベキューやからな、しっかりと楽しんでいこう。オッケー、先生も行くから、はい、楽しんでいきましょう。はい、あしたー。あー、説得しんどいな。失礼します。失礼します。でも、説得は、いや、監督さん、ありがとうございます。何がや。いや、僕のためですよね。僕が全然チーム馴染めてないから、急遽フレンドリーな翔太さんたちと同じ部屋にしてくれたり、監督さんまでわざわざ寮に住みに来てくれたり、嬉しいです。どや、少しは楽しめてるか。はい、おかげさまで。でももう申し訳ないです、こんなことまでしてもらって。僕昔から人と仲良くなるのが苦手で、人間関係下手くそで、どうしても仲良くなれなくて。どうやったら翔太さんたちや監督さんのように人間関係うまくできるかなって。バカ野郎が。人間関係にうまいも下手もあらへん。人を好きになるのに時間がかかるってのは、それだけお前が人とのつながりを重んじてるってことや。
焦るな。ただゆっくり知ろうとする、そしてゆっくり知ってもらおうとする、それだけだよね。先生はここの寮に住んで損することなんて別にどうつあらへんから気にすることないよ。はい、ちょっと冷えるし部屋を出るか。はい、うん。おいっす。おいっす。明日はほんで、夕方までな練習、その後焼肉の行くか。あ、でも僕らそんなお金ないんですよ。バカ野郎、大人なめんな、怒ってるわ。まあそやな、たまにはな。その代わりないしやぞ、この部屋におるやつの分だけ怒ってるわ。ありがとうございます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 。外やん。ありがとうございます。いや、太っ腹だな、このリードを持ってくれるなんて。大体すごいそう。いや、嬉しいな、楽しみやね、これ。そうした、何やってるからだ、俺。間違いない。めいめい、お前、あ、そうだ、お前と一緒に。ちょ、マジ？てか、お前ら、ちょ、入ってる。間違えて。ガッチャーって、やおったわ。え、おさんさんさん。歌った。だとしてるマジでお前ほんまにマジで。どんなおっさんやったの。どんなおっさん、あれあれあれ、おや。いや先生もね、現役時代に顧問の先生の顧問の先生にちょっと勉強せずにほったらかして遊んでるバレたことあって、みたいなやらないの分かるよ。でもね、お前らちゃんとやっぱりな、やるべきことやらなあかん。だから先生怒るよ、立場もあんねんからな。別にこの件に関しても引き続きはせえへんから、しっかりやるべきことやりなさい。OK、はい、はいはいはい。じゃあお前らが今からやるべきことは何や。家に帰って勉強です。バカだれ、お前せっかくから起きたんやろ、しっかり楽しまんかいや。もう先生が今日出してるわからね。うわー、ありがとうございます。誰がうまい、誰がうまい。あ、ひながうまい。いやいやいや、じゃあもう先生がうまい、うわ、これやるんだろ。じゃあ、今日は思いっきり一日楽しんで、明日試合よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ひらりこ、ひらりこ。ホーム、ミスター、グレッジ、ビラ、ビラ、ヤク、メッシャゴリゴリ、メッシャゴミニチェン、アー、はい、フォーティーで、うまい。さあ、いちごワッフルか、いちごワッフル余ってるんですけど、いります？入れる。一個余ってる。うお、ちょうだいちょうだい。ありがとうございます。うお、嬉しい嬉しい。今日、あれやな、中々食べてから全然甘いの欲しいな思ってて。ああ、いいのか。アイスです。あれ、うまいです、大丈夫か。大丈夫、大丈夫、食べてください。うわ、西君歌うまいよ。ありがとうございます。ほんまうまいっすよね、昨日。いただきます、いただきます。うん、うん、甘くて美味しい。美味しいっす。うん、あれ、お前歌ってたらなんて曲や。僕ですか。ビランです。はい、ビラン。はい、そうそうそう。お前のあれ好きやから、お前出てたやつやね。ちょ、あたしよい。ラララララララル。あやったら雪合戦しようか。せっかくやしな。ラルラル。たくさんあるし。ほんなら9時に開始。山頂ロッジ集合。で、9時雪合戦開始ね。オッケー。9時ぴったりでも、スタートやと戦いが。オッケー。あったかくて美味しい。みんなで行く冬旅行の朝食が美味しいな。黙れ。うるおう。もうすぐ9時やのにあいつら遅いの、何しとんねん。ああ雪合戦思いっきり思いっきり遊びたいな。学園長、お疲れ様です、学園長。いや、ほんとにびっくりしましたよ、あれ、ほんとに。団子、ええ、団子、はいはい、僕はチケット間違えることなく南の島でバカンスしてます。なる。それに他の先生はいち早くチケットミスに気づいたからお詫びでみんな
なる。君のことは忘れていた。なる。まあさすがにかわいそうだから、今日のチケット代は後で出してあげるから、フリーチケットを買いなさい。え、本当ですか、学園長。え、いいんですか。ありがとうございます。それでしたら学園長、たまたまなんですけどもね、野球部の奴らが3人遊びに来ていたんですよ。あの、もしよかったらなんですが、あいつらの分も部費で出してもらえませんか。構わないよ。こういう意味でありがとうございます。ああ、お前ちょうどよかった、聞け。ちょっと待ってこんなジェンガーできる楽しいカフェあるんやな。なあ、初めてやわ、こんなカフェ。ねえ、おもろいわ。あ、これもいけるわ。おっ、よしよしよし。なんか変なグラサンかけた魚おる。バルバル、お前何してんの。すごい、これ何だ。あいつも、なんか水族館におった、いきなり現れた。最悪、せっかく俺らジェンガーじゃ楽しかったのにさ、なしやん。でもさ、この際もう純も邪魔しちゃうの。ありやな、それ。ありやな。うん。そうしよう。あれ、何、早速純から来た。あ、エミリー、純くん振り回されてる。うん。え、かわいそう。かわいそう。どういうこと？え、エミリー今日元カレとデートする予定やったけど、なんかドタキャンされたからムカついて純くんのこと誘ったらしい。で、結局元カレ来れるようになったから、多分純くんの方にはいかんよ。うん、ほんまかわいそうな。かわいそう。でもちょっとおもろい。うちにね。金はええ、僕は先生が払っちゅうてる。お前らの金はあいつに酒でも買うたれ。もうすぐ暗くなるからな、夜は冷える。はい、言ったれ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。20円で来た。